コンベルサーノは、イタリア共和国、プリッテアーシューバーリ県にある、人口約2万6千人の基礎自治体、街を見下ろす丘の上に、中世に築かれたコンベルサーノ城がある、コンベルサーノ白爵領の主婦であるとともに、司教座教会や大きな権威を有した女子修道院が所在し、この地方の政治、宗教の中心地であった、隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、 以下の通り、コンベルサーノに人々が定住したのは、鉄器時代のことで、ノルバと呼ばれる都市が、イアーピュゲス人もしくはペウケティ人によって築かれた。その後、近隣のギリシャ植民都市との交易によって繁栄する交易都市になったことが、紀元前6世紀のネクロポリスの発掘調査の結果としてわかる。ノルバは、紀元前268年にローマ人によって征服された。 西暦410年から411年にかけて、西郷都族がイタリアに侵入した際にはすでに放棄されていたようである。5世紀頃からこの土地はカサール・クーパーサーナムと呼ばれるようになる。7世紀には司教座都市となった。1054年、ノルマン人のゴッフレドがコンベルサーの白に認じられる。 ゴッフレドは、ロベルト・イル・グイスカルドの老いにあたる人物で、レッコやナルドをも支配したことから、コンベルサーノは、大きな伯爵領の主婦として重要性を帯びることになる。ゴッフレドの死後に、コンベルサーノ伯を継いだアレッサンドロは、1132年に、シチリア王ルチェーロ二世に敗北して、ダルマチアに逃れ、コンベルサーノ伯の地位は、ルチェーロ二世の義弟である、ロベルト一世に与えられた。 その子のロベルト2世が1182年に没死した後、コンベルサーノは、王領となっているに与えられた。その後、コンベルサーノ白の地位は、1269年に、ブリエンの家に与えられた。14世紀半ば、以後、アンキャン家、リュクサンブールリニーや、サンセルベリーの家、バルビアーノ家、オルシーニ家、カルドラや、オルシーニ、デルバルツオ家と、初夏の間で継承された。 1455年、ジョバンニ・アントニオ・デル・バルツォ・ウルシーニが没すると、娘のカテリーナが所領を相続した。カテリーナの夫が、アトリの公爵であったジュリオ・アントニオ・アック・アビーバである。以後、アック・アビーバ家が代々コンベルサーの白を継承し、19世紀初頭まで、この地方の封建支配を行った。ジュリオ・アントニオは1481年、オスマン帝国とのオトランとの戦いで落命した。 17世紀前半のコンベルサーノハクジャンジローラモニセイは、有望な武人、芸術家のパトロン、そして暴君として、多くの逸話が語られる人物であり、小遠漁師としては、アルベロベッドの開発で知られる。コンベルサーノハクは、馬の飼育場を所有しており、バルブシとアンダルシア馬の流れを組む黒いネアポリタンダネを育成していた。お羊のような強い頭、短い背、 太い秘説が特徴であった。1767年に生まれた馬、コンベルサーノは、リピッツァナーと呼ばれる馬種を生み出す種母バの一頭である。1690年、町はペストにより多くの犠牲者を出した。1806年に、封建制は廃止された。コンベルサーノ大聖堂さんベネデット修道院の首労、コンベルサーノ城中世に築かれた、コンベルサーノ城は、コンベルサーノの主要な名所である。 この城は、シチリア王国を、ノルマン人やン・シュタウフェン家が支配していた時代には、すでに存在していた。街を見下ろす丘の上にそびえる、この城は、おそらく6世紀のゴート戦争の頃に遡り、11世紀以後に改築を受けている。ジュリオ・アントニオ・アック・アビーバは、円形の塔を追加した。コンベルサーの大聖堂ロマネスク様式のコンベルサーの大聖堂は、 ゴンベルサーのモノオポリシ教区の指教座聖堂である。この聖堂は11世紀に建設されたが幾度かの改修が行われ、17世紀にはバロック様式の装飾を加えられた。ロマネスク様式の外観の特徴としては15世紀に作られたバラ窓や3つの扉があり、扉の内中央のものは彫刻装飾を持つ。平面形状は T 字型で2つの工人を持つ。には マトロネウムがあることが特徴で、左側の側楼には15世紀にピサ派の画家によって描かれたフレスコ画がある。この聖堂は都市の守護聖人である泉の聖母の聖画像を収めている。サンベネデット修道院サンベネデット修道院は伝承によれば6世紀の創建である。プッテアでは有力な修道院の一つであった。1266年、教皇クレメンス4世は、 ギリシャから追放された死闘会修道所たちに修道院の管理を委ねた。教皇グレゴリウス10世はサンベネデット修道院の女子修道院長に男性の宗教的シンボルをまとうことを許可した。サンベネデット修道院には多くの特権が与えられ、モンストロームアプリと呼ばれた。教会堂の建物の一部は11世紀の建築で、装飾のある入り口は1658年の 建設である。内部は、振動と二つの側廊からなり、バロック式の装飾が施され、パオロドメニコフィノーリアによる二枚の画が掛けられている。聖マウロのための地下聖堂は11世紀のものである。手領は大聖堂のものよりも高く、女子修道院長が、死教以上に高い権威を持っていたことを象徴する。その他の名所としては、紀元前6世紀にペラスゴイ人によって作られた巨石の壁。 バロック式の聖小妻へ、ダミアーノ教会、1289年創建の聖フランチェスコ教会があり、市街1キロメートルには12世紀頃に創建された聖カテリーナ教会がある。また郊外には聖マリア・デリッソラ教会、マルチョーネ城、カスティリオーネの遺跡などがある。コンベルサーノ日本教くハンドボールのクラブチーム、ハンドボールクラブコンバースアーノは、 2000年代以降2011年までにカンピオナーと優勝5回、コッパイタリア獲得5回という競合チームである。ありがとうございます。